痛い痛いです。片頭痛の時もそうね。そうですね。ほぐれてますね。それがわかります。ちょっとこう背骨の動きは悪そうですね。あ、なるほど。あ、でもたまに確かに、はい、自分でも骨が突っ張ってるなって感じがすることあるんですよ。それもじもじしますね。あ、はい、受け切った時に分かりますよね。気持ちよく感じますよ。ただ右よりは凝ってないですよね。そうですよね。私も思いました。左の方が落ち着いて受けれます。凝ってるけど、まあ、まだマシなというか。そこ硬い。これ硬いですね。もう筋張ってるというか。そこはちょっとすごいですね。すごいですね。はい。こういうところをちょっと細かく狙ってくるのは、まあ、醍醐味というか。はい。はい。そこなんかもうピンピンですね。そうですね。ガチガチですね。これは来てます。ここはスポットですね。それすごいですよ。はい。ガンガンに、はい、響いてます。いいリアクション。はい。でもなんかちょっと変わってきました。靴が、ちょびっと緩んできた感じが、はい、
なんかそうですね、選んできてますね、はい、イメージなんですけど、なんかちょっと蜘蛛の巣みたいになってきた感じがします。蜘蛛の巣余計わかりづらい、ね、わかりづらいです。自分の中ではなんかこう、たわんでる、ふわふわふわってなってる感じはありますよね。はい。あ、なんかそのガビガビだったところがふわっとしてきたみたいな、うん、はい、次こっちですね。はい、何したわけでもないんですけど、ハーハーしますね。日常でないですもんね。ないですないです。うん、面白いからみんな受けた方がいいですよね。はい、撮ります。いっぱい丹野さんに足から肩とか首とか、最後首ちょっと矯正もしてもらって、はい、全部取れなかったんですけど、うん、時間かかりましたね。そうですね。細かく狙ったんで、すごい硬かったんですよ私。でも今本当に声の出方っていうか、うん、はい、なんていうんですかね、顔から軽いっていうか、うん、いろいろ体がもう変わった感じがはっきりありますね。はい、今日は、はい、足と肩周りで2時間やってます。うんうん、はい、結構細かく狙ってますね。うん、でもそれぐらい必要だったんだなって思うような。そうですね、まあ、細かく回っていくとどうしても時間かかっちゃいますからね。そうですよね。うん、意外となんか1時間もあれば全身じっくりたっぷりできるっしょって思われると思うんですけど、はい、意外と受けてみると早いですよね。早いですよね。はい、もっとやってくれってなりますよね。なりますね。もあるし、結構状態悪い方だと1時間少ないなって思いま す、うん、やってても、本当にやる側からしても、もう、ね、狭い範囲でやるか、まあ、ちょっともう大きく狙っていってやるとか、パッと回るようになっちゃいますからね。そうですね、なっちゃいますね。だから結構 1,2 時間ぐらいは、まあ、2時間ぐらい見といて、うん、まあ、全身じっくりってなったら2時間必要ですね。2時間見た方がいいですね。うん、全部やってないですからね、手とか腰とか全然やってないけど、うん、それでも、ね、それでもね、かかったんで、ね、そう、でも結構やっぱり全然違います、それだけやってもらっていると、うん、はい、肩首がほぐれたなとか、はい、足もやっぱり、あ、こういう風に張ってたんですねっていうことが分かったり、うん、なんかそのやっぱり短いと表面がほぐれて、うんうん、その奥の方がね、残っちゃうんですね。残りますね。逆になんかそれが残っちゃうと、うん、嫌な部分が際立っちゃって、あ、そうですね、なんか余計気持ち悪いような、ね、感じになっちゃうんですよ。そうなんですよ、ある程度必要だと思いまして、私これでやっとほぐれ始めたなな感じだから、うん、またやらないとなと思いました。あと運動不足とかもあるから、はい、やっぱいろいろその辺は1回でなんとかして、60分でなんとかしてもらおうって思うのはちょっと虫がいい話で、まあやっぱり何回かで受けていただかないと、ね、うん、ですね、その今までだいぶ長い時間をかけてこう悪くなっていってるんで、そうそうそう、何年ってかね、うん、なってますからね。だからそこをこう、まあ、定期的に受けていただいた方が、ね、うん、取りやすいですね、いい状態を作りやすいですね。やっぱりで無意識に力が入っちゃってるんで、うん、久しぶりにやるってなるとちょっと緊張もあったりするんで、うん、でも慣れてる人と定期的にやるっていう風にしてると、うん、多分お互いね、呼吸が合わせやすいとかもあるし、ね、まあ、リラックスして受けていただいた方が、そうですね、リラックスして受けられていいので、
今日はまたいい体験になりました。すっきりしました。ありがとうございます。本当菅野さん上手な方なので、見た目ちょっと怖いかもしれませんけど。怖くないです。そうそうそう、あの優しい方なんでね、よろしくお願いします。強もみの鉄で今は出張強もみ丹野ですね。あ、出張強もみ丹野で、はい、はい、見てください。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。丹野さんもね、 YouTube やられてますね。はい、そうですね。はい、あの丹野さんの方がたくさん撮られてるんで、動画多分私のよりも上げられるかと思われるので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、お願いします。リンク貼っときますので、はい、概要欄からお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。See you.